皆さんこんにちは。今日これから夕飯作るんですけど、今日も私のオリジナルレシピをご紹介したいと思います。この間ブロッコリーを使ってスープを作ってみたんですけど、またいつものように手抜きの方法で作ってみたんですけど、とっても美味しかったので、今回もう一度作りながら動画にすることにしました。それでは早速始めます。材料はブロッコリーと鶏の胸肉の他にじゃがいもとネギを使って作るスープです。まあ結構カロリーもとても少ない健康的なスープだと思うので、ぜひ作ってみてください。まずですね、じゃがいもこの中ぐらいのものを2つ使います。とろみをつけるためにスープの中に入れます。なのでまずこれを皮を剥くことから始めます。で、じゃがいもは適度な大きさに切って、でスープを作る鍋の中に直接入れていきます。にんにくも一つ潰して鍋の中に入れます。これは、長ネギではないんですけど、イタリアで見つかる長ネギに近い味のもので、基本的に味はほとんど同じなので、日本の場合だと長ネギでやっていただいていいと思います。これを適量入れます。このぐらい10センチ分ぐらい切って入れようかなと思います。で、これも適当に刻んで、この中に全部放り込んでしまいます。そしてこの中に水をひたひたに入れて、火をかけ始めます。お水を入れて火をかけます。で、蓋をします。その間にブロッコリーを切っていきます。まず、この茎の部分を取って、この硬い部分をね、全部包丁で剥がします。この結構筋がある部分は、包丁でこう触ってみるとすぐ分かると思うので、硬い部分を全部このように剥がして除いていきます。薄切りにしていきます。で、こちらの方も今この鍋に全部入れてしまいます。で、あとはこちらの方を房を切っていきます。で、食べやすい大きさになるように、一口大の大きさになるように切っていきます。スープの中に入れるので、一口大にするのがいいかなと思うので、一口大に切っていきます。で、こちらの方の茎の部分もやっぱり薄く切って、全部この中に投入してしまいます。残った葉っぱも投入してしまいます。で、この料理法ね、先ほど言うの忘れたんですけど、すごいダイエット食になると思うんですよね。油を全然使っていないので、最初に炒めてからお水入れてやってもいいんですけど、今回は炒めずにもう直接お水をここに入れて、茹でる方法にしたので、本当に油を使わないので、本当に野菜とタンパク質たっぷりのすごい健康的な食事だと思うんですよね。なので、おすすめです。これからクリスマスシーズンとか年末年始にかけて結構ごちそうを食べる機会が多いと思うので、こういうようなさっぱりした食事ができるときはなるべくそういう食事をしておきたいなと思って、割となるべく油を使わないでさっぱりした料理を作っています。
で、これ沸騰しましたので、そしたらね、これね、私が作ったコンソメスープの素みたいなものなんですけど、まあコンソメじゃなくてこれは野菜だけなんですけど、以前は顆粒のものでご紹介したんですけど、まあコンソメ顆粒の素みたいな作り方ってことでご紹介して、乾燥したものを作ったんですけど、それなくなっちゃったんで、また作ったんですけど、今回は乾燥させずに、塩ペーストにしておきました。で、その作り方は、過去に動画にしているので、ご参考いただければと思います。本当に簡単なんですね。お塩を 25% だったかな、入れて、で、あとちょっと加熱するだけなんですけど、それで顆粒にするとなるとね、オーブンで結構時間がかかるので、結構顆粒にするの大変だったので、もう顆粒にせずにこのまま塩ペーストの状態で作っているんですけど、とっても簡単で、便利です。なるべくねコンソメ顆粒とかは使う機会が少ない方がいいかなと思って、でこれを入れたいと思います。そうじゃない場合はコンソメスープを入れていただければいいと思います。ですね、この鶏の胸肉、これをね、なんとこの中に直接入れてしまうんですよ。この中で茹でるっていう風にします。この直接何も切らずにこれ全部このまま入れてしまいます。これでしばらく、蓋をして煮込みます。鶏の胸肉が全部火が通るまで蓋をしてしばらく煮込んでおきます。この時点でまだブロッコリーも入れないで、もうちょっと後から追加します。鶏の胸肉を入れて10分ぐらい経過したところで、ブロッコリーを追加します。ブロッコリーは割と早く茹でるので、ちょっと時間差でこれ今追加します。でブロッコリーが柔らかくなるまで煮込みます。それでは鶏肉が、中まで火が通っているか見てみたいと思います。これね、鶏肉これ取り出すんですよ。それで、裂く作業をするんですね。もうちょっとまだ完全に火通ってないので、また戻し入れてもうちょっと火を通します。ちょっとお水が少なくなってしまったので、お水を少し追加します。少しずつお湯を追加した方がいいんでしょうけど、お湯があればお湯の方がいいと思うんですけど、お水を追加する場合は少しずつで、鶏の胸肉の方はちょっとまだ赤い部分が残っているので、まだ煮込んでいる途中なんですけど、このブロッコリーの今茹でているうち、これブロッコリーも火通ってるんですけど、このうち一部をこの別のお皿に移しておきます。これはね、後でトッピング用に、使いたいと思うので、この一部を別のお皿に移しておきます。全部で、まあ、半分ぐらい、残りの半分はこのスープの中に、全部入れておいて、あとで全部ミキサーにかけますので、残しておきます。ここの中でね、鶏肉を茹でることで出汁が出ると思うんですね。はい、それではそろそろ鶏肉、この胸肉に火が通ったようなので、これを別のボウルに移しておきます。これで少ししばらく冷ましておきます。でこちらの方、スープの方は火を止めて、今からこれをね全部ブレンダーにかけます。鶏肉を冷ましている間にブレンダーをかけます。しばらくね、ブレンダーかけるととろみがついてくるんですね。で粒がなくなったら、また火をかけて、味もここで今調節しようと思うので、味見をして塩気を整えておきます。ちょっとお塩が足りないのでちょっとお塩を足します。そしてオリーブオイルもちょっと追加します。今ねオリーブオイルは初めてここで使いました。ちょっとお皿によそるときもちょっとオリーブオイル追加しようかなと思うんですけど、あとパルミジャーノ追加しようかなと思うんですけど、
かなりヘルシーな料理法だと思います。これで味は整ったので、それでは弱火であともう少し加熱することにします。もうちょっととろみがつくかと思います。あと鶏肉ですね、こちらを裂いていきます。ちょっと熱いと思うので菜箸使いながらでもいいので裂いていきます。一口大の大きさに裂いていきます。で、これ全部裂き終わりました。全部裂いた鶏肉を鍋の中に戻し入れます。これ全部戻し入れます。この鍋の方はちょっと火消しておいたんですけど、これで戻し入れました。これでスープの方は完成なのでお皿に寄せていきます。それでは盛り付けしていきます。スープをこんな感じでいただきます。そして別にしておいたブロッコリーを上に盛り付けていきます。パルミジャーノを上からかけます。仕上げにオリーブオイルもかけます。はい、ブロッコリーと鶏の胸肉のスープできました。とってもヘルシーなスープです。ボナペティド、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 美味しい。おいしい、おいしい、うん、うまい、おいしそう、うん、行こうの、うん、おいしい、おいしい、うん、おいしい、おいしい、だわ、グラッツェ、ボニッセ、ダイキコメ、ボーノ、ボーノ、おいしい。ダイキね、ちょっと中耳炎になっちゃってあんまり体調が良くないんですけど、ということでちょっと不愛想なんですけど許してください。風邪が治った後にまた中耳炎になっちゃったんですよ。それでまたちょっと耳が痛いみたいで。Buonissimo. Buono? Buon questo è proprio una cosa poco salutare. Sì, salutarissimo. Pochissimo olio. Buono? Sì, molto buono, brava. Buonissimo.小麦粉とか一切入ってないんですけど、じゃがいもが入るとブレンダーかけた時に本当にクリーミーになるんですね。本当にヘルシーなのでおすすめです。で、美味しいです。うわ、今日のレシピを気に入っていただけたら高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、アラプロシマ、チャオ。